エリーザベト・アレクサンドリーネ・マティルで、アウグステツー・メクレンブルクは、ドイツのメクレンブルク・シュベリーン大公家の一員で、オルデンブルク大公フリードリヒ・アウグストの二番目の妻。メクレンブルク・シュベリーン大公フリードリヒ・フランツ二世と、その三番目の妻で、シュバルツ・ルード公子、アドルフの娘であるマリーの間の第一子、長女として生まれた。父にとっては三番目の娘である。 1896年10月24日に、シュベリーンにおいて、当時は、対抗生死だったフリードリヒ・アウグストと結婚した。夫は死別した、最初の妻のプロイセン王女、エリーザベト・アンナとの間に男子がおらず、オルデンブルク対抗家の四次を設けるため、エリーザベト・アレクサンドリーネを後添いとした。エリーザベト・アレクサンドリーネは1900年に、夫の即位に伴い、 大公費となったが、1918年11月のドイツ革命でその身分を失った。その後はラシュテデジョーデ城で詩人として暮らし、1955年に死去した。夫、フリードリヒ・アウグストとの間に5人の子女を設けた。ありがとうございます。